そしたらですね、座骨神経痛で改善した方へのですね、インタビューをさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、そしたらまずですね、お名前はいいので、職業と、まあ、趣味だけでいいのでちょっと教えてください。漁業で、まあ、趣味はゴルフが趣味です。はい、漁業のお仕事されてて、ゴルフが趣味ってことですね。はい、で今回、まずどういう症状でお悩みだったでしょうか。腰痛がひどくて、はい、歩くのも大変だった。はい、で右足の方だけなんですね。右足の方ですね。歩くのが困難だったりとか、右足の方、座骨神経痛もじゃあ座骨神経痛だよ。はいはい、OK です。で、その中で今回どこが原因でしたっけ。内臓を塞えたり、はい、あと肩を、柔らかくすることで改善はできたと思います。はい、ってことですね。まあね、最初は下半身のお尻とかをやってたんですけど、まあ、なかなか良くならなくて、でお酒をね飲んだ次の日の方がこう悪化しやすいっていうのがあったので、まあ、どこが内臓が怪しいんじゃないかなと思って、肝臓とそして腸ですね、あと膵炎の経験もあったりでしたよね。はい、まあ、膵臓関係っていうところの施術をしてあげると、痛みがですね大丈夫になってきたっていうところがあったので、まあ、こういう一例もあるんだよってことをあなたにね知っておいてほしいかなというふうに思います。はい、で同じようにですね、これを見てくださってる方って、うん、座骨神経痛だったりとか、はい、腰痛で悩んでらっしゃる方がいらっしゃる方に、はい、方で1、2年こう来たいなって思ってるんですけど、うん、一歩こう勇気が出ない人がいらっしゃったりとかするので、うん、まあ、その方たちに向けて何かメッセージがあればよろしくお願いします。そうですね、まあ、何が原因かわからないので、うん、やはり専門家の方に見てもらうというのも一つの方法だろうと思うし、はい、やはり少しでも改善できるようなというのを探っていくべきかなとは思います。うん、はい、わかりました。ありがとうございます。今日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。はい、失礼いたします。はい。